皆さんこんこにちはふむです今日は全然関係ないメイク中の動画と一緒にちょっと喋りたいことがあって喋ってます <laughs> エゴイストっていう映画の舞台挨拶付き上映に行ってきたんですねきっかけっていうのがそれに行くことになった職場の仲いいお姉様がいてその人になんか急にこのチケット取って 協力してててじゃないけど撮ってって言われたのかな,なんか一緒に行こうって言ってなかったんですけどこれは一緒に行こうっていうことなのかなって思って何の興味もない映画だったらあなんか私が代わりに撮ってあげて渡してあげたらいいのかなと思うんですけどエゴイストって鈴木亮平とあのもう芸能人だから刑省略しちゃうけど鈴木亮平と宮沢ひよさんが <laughs> ひよ<お>さん <laughs> 宮沢ひよが出てるんですね。で私鈴木良平がもう 大好きなんですよドラマとかを何話も見続けるのちょっと苦手だからドラマはあんまり履修できてないんですけど映画とかは見に行けるタイミングでは結構見に行ってたりとか一時期あの鈴木亮平の事務所の鈴木亮平のファンクラブメルマガ会員みたいなのに月300円ぐらいでなってた時期もあって結構好きなんですね。 でエゴイストもオンラインの試写会に応募してたけど外れてた状態だったからえこれ一緒に行きたいなと思ってあ一緒に行きたいですみたいなあじゃあ挑戦してみますってことで先着の抽選にん違う先着のチケット購入に挑戦したんですよエゴイストの購入画面なんか進めてあれあれスムーズだねあれみたいなログインのし直しとかクレカの登録し直しとかがあったのになんか割とスムーズに進んじゃって なんか撮れちゃったんですよねえっ本当にとか思ってお姉様に連絡したら「お姉様は携帯でやってたらしいんですけど全然撮れなかったアクセスが集中しちゃってダメだった」って言っててで私が「撮れましたよ」っつったらなんかすっごい疑ってくるんですよ「本当に?」みたいなで私もうんなんかしん私もあんま信じてないんですけどみたいな感じで。 でもメールも届いたしマイページ行っても購入完了って出てくるしみたいな「本当に?」みたいな感じで行くことが決まってで時間が経って当日が昨日だったんですけどお姉様とランチをした後ちょっと喋りすぎちゃってまだチケットも発券できてないのにもうね1時からの回だったんですけど12時40分とかになっちゃったんだよね。で <laughs>、 やばいやばいとか言ってちょっと小走りで会場まで向かう時にでちょっと焦りながらファミマを見つけてファミマで手こずりながら発見してその時点で47分とかででテアトル新宿に着いたのがまあ50分ぐらいだったのかなでお姉様はトイレに私は飲み物をみたいな桃太郎みたいになったけど今。 でトイレもめちゃくちゃ並んでるの見えてたしダメかもって LINE が入ってで私自身も飲み物もまあまあ並んでてもうスタッフさんが「13時ちょうどから舞台挨拶始まるので早く入ってください」みたいなもう全員でね始まっちゃうよってことですごい案内をしてて「であどうしようどうしよう」って思ったけどまあ、ギリ飲み物変えてお姉様の姿見えないなと思ってたらもう入場できててお姉様があ「トイレ諦めたのかな」ぐらいに思ってたらなんか行けたみたいでトイレ。 あで私も飲み物諦めなくてよかったと思って会場入れてもうその時点でね58分とかだったんだよね1時から始まるって言ってるのに。で私席が G の1。 と2っていうのがもう購入時に勝手に振り分けられててもしかしたらあれやり直しあの画面戻ったりしたらまた席が再度振り分けられたかもしれないんだけど、まあ、そんなリスキーなことできないし大体前から埋まっていくんじゃないかなって感じだから、まあ、端っこかと思ったけどあの、まあ、いっかと思ってその G の1と2の席を取ったんですねあのもうほんと直前だったけど入りやすくて「端っこでよかったですね」とか言ってて「え本当だね」とか言って。本当もう 席ついて1分経たないぐらいで司会のお姉さんが出てきて皆さん準備はいいですかみたいな「皆様最初に出てきますからね」みたいなで、えー、とスクリーンの前にアクリル板背の高いやつが立ってて「あ私あの憧れの大好きな鈴木亮平に今から会えるんだ」っていうか「初めて生で見れるんだ」しかも G 席って ABCDEFG って前から真ん中ぐらいだから結構良かったんじゃないか 映画館自体も狭めだし端っこって言っても全然見やすいわはこれアリーナ席で言うと ABCDEFG7 列目じゃんぐらいに思ってたんですよ嬉しいとか思ってでお姉様、ま、内側の席に入ってもらって私が一番端っこの席だったんですねでは皆様1時になりましたのでみたいな感じで登場していただきましょうあちら側のドアをご覧くださいみたいなで司会のお姉さんが指してるドアが私の真横の ドア私端っこの席だから真横のドアさして一瞬こう固まった後あの隣のお姉様の方見て「えここ?」みたいなすごいバカな声出して「ここ?」みたいな感じになってで二人でちょっと現実に戻ってきて「えみたいな感じになって <laughs> そしたらなんか主演の鈴木亮平さんですみたいなパッてドア開いて。私の 1ルだとちょっとあれかなちょっと今メジャー出してみよう <laughs> 1メートルってさ1 0 0チだよねあれ1あっでもトルって結構大きいねあ,こあ1メートルだわうんそうもう私から 1, 1メートルのところに鈴木良平が出てきたのもう私あの会場の中で登場時一番近かったね <laughs> もうパニックっていうかもう1メートルで鈴木亮平が出てきてまあでもね目が合うっていうかこうなんとなくぼんやり全体に礼をするから目が合うっていう感じじゃなかったんですけど <laughs> 私の前で立ち止まって一礼して会場の方に行ったじゃないステージの方に行く。 ささんんんでですすっって思って思 <laughs> も好きなんですけど私は、まあ、同じように 1m のところに立ってで、まあ、監督とかあとあ名前忘れちゃったブリあとでなんか字幕かなんか入れとくんですけどドラッグクリーンの方が出てきたりしてもう皆さんスクリーンに行ってしまわれるわけですけどスクリーンのところに立ってたところで、まあ、やっぱ7列目だから普通に。 表情とか全然わかるぐらいの近さででは夢みたいだったなーって思ってで何回かスクリーンに本人たちいるのにさっきの近さを追体験したくてなんかちょっと入り口の方見たりしてでも入り口の方に メイクさんんななのか分かんないけどスタッフさんとかめっちゃいてなんでこいつこっち見てるんだろうみたいな感じであったけどいやごめんね追体験してるのって思いながら、まあ、ちょっとよそ見したりしてたんですけどで舞台あい挨拶も終わってじゃあ皆さん映画楽しんでくださいねみたいなでこっちに帰ってくるの。で <laughs> またさ私の横のドアでさ帰っていくわけみんなが。でもう あの入り口入ってくる時はドーンって出てきてバーって向こう行っちゃうだけだけど今度はこっちに来るの。で <laughs> かっこいいと思いながら歩いてくる鈴木亮平とか宮沢ひよとかをじーっとステージから来てで私の一番近いところでドアの中に消えていく姿を見ていったんですけども本当にねかっこよかったなかっこよかった <laughs> で。でもうそのまま興奮冷めやらぬまま 映画が始まるんですけど映画の話もしていいかな映画の話もしようかな映画自体はあの私何て言うんだろう結構泣いちゃうタイプなんですけどいろんなお話とか見るとでもただ泣けるって言われてるシーンで泣けるかっていうとそうじゃなくてなんか私の中に独特なツボがあるみたいであこここう来られるとやばいなみたいなのはあって今回の映画でもねそういうシーンがね1個あって。 ででまんまとそのシーンのそのシーンが来そうだなっていうので泣いて実際そこでは来なかったんですけどだいぶ後のシーンでやっぱりそういうシーンが来て「あうっ」みたいな感じで泣いちゃったりとかあと結構最近私インスタのリールで恋愛自分の恋愛の話してて最近の恋愛で、まあ、特に何もできずに <laughs> 恋愛が終わっちゃった片思いが終わっちゃったっていう話が あったんですけどその時もなんか泣きたかったんだけど別に涙が出なくてだけど家事を始めた瞬間にボロボロ泣いちゃってみたいな話をしたと思うんですけど私がねそうだったっていうなんかこう映画の中でもずっと泣いてなかったけどふとした衝撃を受けた瞬間なんかこう自分の緊張の糸がこうプツって。 途切れちゃった瞬間みたいなのにブワーって泣き始めるみたいなのがあってでそれもなんか自分と重なったっていうかうわかるって思ってたーッてわ <laughs> かるっていうか自分も映画の中で主人公が泣きたく涙を流してしまう感情になる原因があってでも金張の糸が張り詰めててで主人公の糸が切れた瞬間になんか私の中の糸も切れたっていうか。 なんかそことリンクしちゃってそこでバーって泣いてあなんか今回の映画は感情のポイントが自分とすごい似てたなと思ってそれってやっぱよりリアルな感情の感情を委ねられる映画ってすごいいいなと思ってて自分の感情と違いすぎて面白いっていう感覚になれるんならいいんだけどなんかありえないでしょみたいなのの自分とは感覚違いすぎるって思いながら見る映画より。 もう没入できる映画の方が私は好きだからなんかその点で言うと没入できてあ違和感のない映画だったかなと思うんですよ映画のタイトルって大事だと思うんですけど私エゴイストっていう意味を改めてあんまり考えてなかったまま見たんですよ映画のあらすじもちょっと見てったけどうん、なんかそれがタイトルにどう,どうしてエゴイストなんだろうぐらいに思ってたらあーなんかわ分かる たみたいなな <laughs> なるほどねみたいなもしかしたら見る前の人にはネタバレになっちゃうかもしれないんだけど、まあ、自分も何て言うんだろうエゴイストなのかなって思うわけじゃないんだけどいやでもけあそうだな自分もエゴイストな面があるのかもしれないんですけど、まあ、やっぱ結局エゴイストな人ってエゴいんあ,あれはエゴだったなって自分で思える人って。 き気にしいな。性格というか、振り返って自分のことを考えられる人とか考えちゃう人じゃないですかで。私はこう自分の行動とか言動とかを振り返ってあ良くなかったなとか思っちゃったりとかだけど、人のために何かしたいっていう気持ちはあるし、それはそれでやったけど、後々あなんか？ ああなたたがこれやってあげてげさん結局こうしたみたいだよみたいな話を聞くこともあるじゃないですかそしたらあ,あのなんかアドバイスというかこうした方がいいんじゃないって言ってた時間ってあの人にとっては迷惑だったかなとかもうちょっと先まで考えてあげればよかったなみたいに思っちゃう時あるんですけどだからその点で言うと主人公みたいなことは私はうんどっちかっていうとやらないかもしれないけどでもその回り回ってエゴだったかなって思って苦しむとかうん自分はエゴイストかも っっってていうううかかななんか、うん、そうそ回う回り回ってエゴだったな自分のエゴでこうなってしまったなみたいな苦しむ姿っていうのは自分の中にもあるかなと思ったしあエゴイストねうんみたいな, <laughs> なんか最近そういう映画を見てなかったっていうかなるほどねみたいなそれはそうだわみたいになるタイトルと内容のセットの映画をあんまり見てなかったっていうか見てるけどそうなる体験があんまりなかったから。 なんか久しぶりにあ私映画見てるみたいな気分になりましたすごい良かったですなんかね私はすごく素敵だったなっていうでもう本当にさっき話した通りタイトルの話とか感情の没入の話とかいう点ですごい良かったなって思ってますでちなみにね 私色気をねすごい感じたんですけど鈴木亮平と宮沢ひよにあ。でも特に宮沢かななんかすごい色気がある人ってどうして色気があるんだろうっていうことを考えたけどそれは答えが出なくってで何て言うんだろうなでも色気がある人ってなんかただただエロい目で見られるとか。 そういう点もあるかもしれないけど私やっぱ印象に残るっていうか思い出しちゃうなぁと思ったんですよなんかね宮沢私鈴木亮平のこと大好きなんだけどね宮沢秀夫も大好きなんだけど宮沢秀夫のことばっか思い出しちゃうんですよね映画の内容的にそうなのかもしれないけどまあ、それってなんか色気があるから思い出してたってわけじゃないんだけどやっぱ記憶に残ってこう繰り返し思い出しやすいのかなってでもそれって結局色気がある イコールエロいみたいに言っちゃうんだけどそれって人間の本能でフェロモンとかでエロい人に気が向いちゃうのかなって思想を残すためにだから色気がある人のことを繰り返し反芻して思い出すようになってるのかなとか思うぐらい宮沢肥後のことを思い出してたんだけどなぜか夢に出てきたのは霜降り明星の粗品だった。 しょうもない話で終わるところだったでもね私霜降り明星大好きでラジオとかも聞いてるんだけど <laughs> いい夢を見た <laughs> 私のこの多分出してる動画の1個前がイヴ・サンローランの,あの香水のイベントに行ったショートを出したんだけどそれにねコメントをつけてくれた人がいてで私多分そのコメントを見た時寝ぼけてたんだと思うんですよ。ねそのコメントを「ブエナスかボニート」って見間違えてんだよね。 スペイン語圏の人かななみたいな私大学でスペイン語とっててもう今覚えてるの「パタータス」っていうじゃがいもっていう言葉しか覚えてないんだけどスペイン語っぽいなぐらいに思ってこれなんて返したらいいか分かんないからハートで返しとこうと思ってハートしといたんですよ。そしたらちゃんと改めて見たら「あのボンベロ」って書いてあったんですよ。で そう確かに私イヴ・サンローランの,あのショート動画に音楽として「ボンベロの枯れないだったかな」をつけたんですよ。<laughs> ごめんねって思ってでももう今更何か言うのもあれだから「ボンベロです」って思って「あなたも好き」みたいな「ごめんね今もしこの動画見てるかわかんないけどごめんね」って感じで, <laughs> でちなみにもう一回ちょっとエゴイストの話に戻るんですけど私印象的なシーンがあってこっからはちょっとネタバレになるからあのこれからもう。 この動画このシーンの話で終わるんですけどネタバレになるから気をつけてほしいんですけどあの働きすぎで死んじゃうっていうことになるんですけど多分直前に働き終わってなんかもう疲れたなーみたいな感じでちょ暗い調理場というか通路をカメラに背中向ける形でウィーみたいな。 ふうみたいな感じで奥に消えていくっていうシーンがあるんですよ。で、そのシーンって顔も映ってなければセリフもなんかないんですよ。でもそのシーンの暗さ仕事終わりですみたいな職場の暗さとヒオがフラフラ歩いていく感じとまあため息とこうちょっとずつエプロンみたいなの外していく感じで仕事疲れたんだなっていうか疲れてるんだなみたいなのがすごい伝わってきてでその次のシーンぐらいまあヒオがなくなってるって っていうことがわかるんんですけどなんかその暗さこう目の下にクマがあるとかも分かんないんですよ顔が映ってないからなんかでもすぐに亡くなってたって聞いてあ過労死だじゃないけどあの場面がもうぶわって浮かぶんですよその死んじゃったっていう報告を聞いた時に私あの映画の中であの場面だけもう一回見たいなって思っちゃっててあの場面すごい印象的だったんですよね。いやもっと見たいい場面色々あるんだけど すごいなんかあのシーンってすごいシーンだなって思うから <laughs> 難しいななんかあのシーンすごい印象的でしたでちなみにあの亡くなったっていう話を聞いてる時のあの回想シーンみたいなのであヒオもあのファーコート着て踊ってたんだとかその時のこうまっすぐにあ泣きそうやばいま <laughs> っすぐにこうカメラというか,かその目線の先には鈴木亮平がいるって設定だと思うんですけどそのまっすぐカメラを見るヒオの。 視線をカメラ越しに鈴木亮平からの視点をこう,こう体験してあこんな目で見てくれてたらそりゃ好きになっちゃうし思い出しちゃうよなみたいな <laughs> すごいいい子なんだなっていうのが伝わる子目っていうか <laughs> こだけまたそこだけっていうか全編通してもう一回見たいなとは思うんですけどすごい印象的なシーンでした。喋っっっててて泣くと思わなかったい <laughs> いうぐらいもう本当に 泣い,てる泣いてる間じゃない見てる間もずっと泣いてるぐらいな感じの映画でした是非映画館で見に行ってくださいじゃあまたねー